おぎにこたさんです。今日の動画はみんな大好き町中華でございます。ありがとうございます。今三条会商店街のそばにいるんですけど、毎回この商店街来るたびになんか気になるな、食べてみたいなって思ってた中華料理屋さんです。外観はザ・町中華って感じで、蛍光のオレンジっぽいテントがね目立ってて、それに心持ってかれたんで今日はそこでお昼ご飯食べてきます。オレンジのテントに餃子っていう文字が入ってた気すんねんな。だからおそらく餃子が売りというか、そんな感じだと思います。撮影許可もらうために事前に電話してるんですけど、そこで話した印象やとご夫婦でされてるっぽいで、かなり人当たりいい感じやったから大きになお店やと思います。到着。上のオレンジは結構きれいめやねんけど、これね下のオレンジは黒ずんでる。これもまた味があってええ感じですね。餃子が焼き餃子、水餃子、揚げ餃子の3種類、前菜、麺類、ラーメン、味噌ラーメン、カレーラーメン、炒め物類、ご飯類、焼き飯、五目焼きそば、中華丼、揚げ物類、唐揚げ、肉団子、あんかけ類、あ、めっちゃうまそう、スープ類、定食もあるんや、酢豚定食、ポパイ定食、用意丼で紹介されてる。お父さんすいません、酢豚定食に餃子ってついてないですよね。あ、了解です。じゃあ酢豚定食と焼き餃子ください。はい、今の僕とお父さんの注文時のやり取り見ていただけましたでしょうか。最後のお父さんの2つっていう確認の言葉なんですけど、これ僕は酢豚定食と焼き餃子2つ頼むんやねっていうニュアンスで捉えたんですけど、お父さん的には餃子2人前っていう意味合いで僕に聞かれたんですね。でそれに対して僕はいって答えてるので、今焼いてる餃子は2人前です。僕が食べる分の。撮影しながらえらい餃子焼いてはんなって違和感はあったんです。ただお持ち帰りの注文の電話とかも鳴ってたんで、あ、その分を焼いてはるんかなってこう思ってたんです。ありがとうございます。はい、違うかったみたいです。僕とお父さんのこの2人の間に認識のズレが生じてたということですね。せめて2人前って聞いてくださってたら違和感に気づけてたかもしれないんですけど、はい、まあどっちが悪いとかではないんですけど、言葉って難しいですね。ありがとうございます。全部揃った、酢豚定食と餃子、ご飯、スープ、お漬物、酢豚、餃子、いただきます。
割り箸。なんか好きやねんけど、これ結構焼き目しっかりで薄皮ですね。小ぶりで薄皮やから結構パクパクいけちゃう感じ。野菜の旨味が強い系の餃子、ゆっくり噛んだらよりうま感じる。旨味が後からじわじわとくる。めっちゃ美味しい。この酢豚結構好み。肉がふにゃっとしなくてしっかりとしてる衣が、このタイプ好きなんですよ僕。野菜の食感が結構残ってるっていうのもありがたいねんけど、酢が結構強めやねん。俺酢強いの好きやから、すごい美味しい。この酢豚に大きにを差し上げたいと思います。おめでとうございます。白米のコンディションチェックします。あ、でもごめん、食べたとこが良かったんかな。別のところ食べたら若干ダマになってるところもあるんで、三角は行き過ぎない、丸ですね、変わらず、中華そばとかのスープかな、なんかそんな感じ。お父さん、このスープって中華そばとかのスープとまた一緒ですか？やっぱりラーメンスープ、はい、あっさりですね、うん、結構胡椒も効いてて、はい、うん、一応柏は半分以上ですからね。柏はまだね、うん、うん、山椒かかってるやん、美味しい。薬味で一番好きな山椒かもしれん、めっちゃ好き。俺が今座ってる席、全身で町中華を感じれる。目の前で餃子作ってるから、その湯気がブワーって。ごちそうさまです。ありがとう、はい、どうも、ありがとうございます。はい、いい感じです。ここで用出るメニューって何なんですか？僕食べた餃子ですか？酢豚、あ、ほんとよかった、はい、美味しかったです、はい、定食って夜もあるんですか？夜もちょっともう営業時間ないんで。あ、そうですか、はい、おすすめ期間と食べたけど、まさかの注文者大当たりだった、よかった。餃子もまあ美味しかったけど、それ以上に酢豚がグッときた。あんまりバシッとこう好みの酢豚に出会えへんねんけど、結構好きでしたね、この酢豚。今まで撮影で結構町中華行ってきたけど、ほとんど当たりやな。今日のとこもそうやし、逆に外したい。
お店の人がすごい温かくて優しい感じだったんで、なんかすごい通いたくなるようなお店でしたね。またええ感じの町中華情報があればコメントで教えてください。お願いします。